はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは20万円以上の高額講座の体験会、成約率を 100% にするためにやってほしい3つのことというお話をしていきたいと思います。最近ですね、教室業界界隈ではディプロマ発行講座が流行っており、商用利用かとか、そういうお話とかもねあるんで、そこが流行っているんですけれども、こちらがですね、高額なだけに、もちろんその高額でも読んだら決まるっていうランディングページと呼ばれるウェブページを作るっていうのは大前提なんですけど、体験会なしでももちろん決まっていくものとかも多いんですけど、体験会がないと決まりにくかったりするものも高額講座の一つの特徴になります。その際に体験会には人が来るのになぜか決まらないっていう人が多くて、私の中では体験会に来るっていうところまでもし決意をしてくれたら、通常成約率 100% なんですよ。実際に私それに近かったですし、 97% とかレベルなんで、だからそれを叩き出すためにはですね、やってほしい3つのポイントがありまして、それをちょっとねお伝えしてみようかなっていうふうに思ったのが今回のきっかけです。はい、それでは、本題に入っていきたいと思います。20万円以上の高額講座の体験会、成約率を 100%、 3つのポイント。1つ目、そもそも成約しにくい人を集客しない。これ1つ目です。当たり前じゃないですか。成約しない人を集める人なんているんですかって言われるかもしれないけど、いるんですだから言ってるんですけど、要はどういうことかっていうと、ランディングページないしはあとは SNS の拡散の時に、自分が絶対的にこの人に来てほしい、他の人やだっていう人を明確にイメージする必要があって、でその人が喜ぶ言葉を使ってライティングとか、ライティング確保のライトですね、ライティングとあと写真フォトグラフ、あとはウェブページ、これを整えていくことによって、見ただけでもう申し込まなくちゃっていうゾクゾクしたワクワクする気持ちになるっていう文章を書いておけば、その内容に近い人が体験会に来るわけだから、決まらないはずがないんですよ。だから決まらない人いっぱい呼んじゃってるっていうことは、ランディングページと呼ばれるセールスページに問題があるか、拡散をしていく SNS の文章が適当な文章になってるか、ピンポイントで絶対この人来てって思いを持って書いてるかっていうのが結構ポイントになっていて、ここが緩いと結局時間を自分も費やして、相手の方もね、とりあえず行ってみようかなっていうぐらいのライトな気持ちでもしも来たとすると、最終的に申し込みにならない可能性がすごく高いんですよ。そうすると制約しないからお金にならない、体験会も無駄になるぐらいの勢いになってしまうので、自分が決めたい、制約させたい、救いたいと思う人の属性に響くように文章と写真とページを整えていく、カラーリングも含めてですけどね、ということが大事になります。だからそもそも制約しにくい人は集客しない、ここは結構大事なポイントなんで、これ結構わからないでやってる人多いですよ。人数がいっぱい来たらいっぱい決まるだろうと勝手に幻想を抱いて全部撃沈っていう人もいますからね。そういう場合には薄い人集めてるんだっていうふうに思うか、よほど教えようとしてる講座と内容と体験会と告知文章がバラバラ、一貫してない、誰を集めるかっていうのが一貫してないような時にそんな残念なことになったりとかもしますので、そもそも今回はこういう人に来てもらいたい、こういう人なら絶対に喜ぶのにという前提で組み込みをしていく、準備が必要になります。だから特にウェブページの作り込みがずれちゃうと決まらない人を呼んじゃうことになります。これまず一つ目で、二つ目です。体験会に来ている人は基本は、来ているわけですよ、体験会に。ということは中身を確認しに来てるだけなんで、来る確率の方がどう考えても多いんですよ。多いんです。だけれどもその体験会の割に、その私はそのマーケティング用語あまり好きじゃないんですけど、クロージングっていう言葉があって、締めるというか、一回こう終わりにするっていうところで、クローズっていうところでクロージングっていう言葉があるんですが、
どのイエスでもいいしノーでもどっちでもいいから必ず決断をもらうっていう癖をつけないと、あ、今日楽しかったですか、あ、よかったです、じゃ あのまたゆっくり考えて来てくださいねっていうふうに返しちゃうっていうのは、せっかく体験会来てるんだから一番気分が盛り上がってる時に騙すわけじゃないんです。だからどうでしたかって聞いて、いかがなさいますかって聞けばいいだけなのに、それが怖いとか言って聞かないっていう選択肢を持ってしまうと、結局聞かなくて後で家に帰って冷静になったら、いや、いらないかもとか、このサービスいらないかもとか思っちゃったりするわけですよ。ある程度ここはノリとフィーリングっていうのが大事になってくるので、そうすると体験会にすでに来ている段階でもうほぼ決まる人です。よっぽど興味ないと時間とお金使ってこないじゃないですか。だからあとはそれをご案内するだけで、契約してお金が入って初めて売り上げって立つので、楽しかったですとか考えますねとか、もうこんな講座待ってたんです、申し込みますねって言って申し込まない、お金も入れないとかいう人とかもいるんで、もう最後まできちんと決めるっていうことを癖をしつけないと、なんかそこをやりに行かない教室の先生ものすごく多いんですよね。はい、なんかうざいと思われたらどうしようとかって、いや大丈夫です、買いに来てる人に背中を押されても、来ている時に背中を押されてもうざいなんて思わないです。うざかったとしたら体験会の運営が悪いなっていうところだと思うんですけどね。だから一度決断をする機会を与えるということです、帰る前にです。はい、いかがでしたか、いやちょっともうちょっと検討したいんでって彼に言ったらね、その、まあ、次の3番につながってくるんですけど、どの点が気になる件でどの点を検討なさるんですかって聞いてあげる。まあそんなことしてその理由を潰していくとなくなっちゃうから、それでものらりくらりとかわすんだったらそもそも講座に来る気持ちはないです、はい、ただ単に体験会来たかっただけっていうことになるんで、まあ一定数たまにそういうタイプの人もいます。はい、じゃあ3番目ですね、どういうポイントなのか、入会できない理由をその場で潰していくっていうことですね。だいたいお金が多いです、今お金がありませんとかね、いやいいんですよお金がないっていうの、急にだっていい内容が出ちゃって体験会からとりあえず来ちゃった、わでも思ったより高かった、お金ないですっていう流れはありえるんですよ。この時にその講座に対して価値を考えることができないからお金がないですってことなのか、単純に他のいっぱい買い物しちゃって今月お金がない、なしはカードでも限度額いっぱいだからもうダメだけどこの講座を欲しい、そしてお金がないっていう場合と全く事情が違うので、やる気満々なんだけれども本当に今手持ちのお金ない、クレジットカードでも一括で落ちてしまうとその金額つらい、分割だったらいいっていうふうに思って今はっていう人はもっと詳しく事情を聞いてあげて、場合によっては分割払い長めに組んであげるとかっていうことで対処することもできなくはないです。はい、なのでどんな感じだったかっていう感想だけじゃなくてちゃんと決めますか決めませんかっていうところの理由を潰していくってことで、一つはお金があります、もう一つは家族の反対、旦那の反対があるかもしれないから、そこ聞いてみないと分かりませんっていうね。まあいいんですよ、聞いてもらってもいいんです。だとしたらいつまでに回答をくださいっていうのをちゃんと言います。3日以内とかね、1週間以内とか、そうするとそれを連絡くれるっていうことが前提になっているので、連絡くれない方は約束を守らない方なので、そもそも高額講座と相性が悪いので入れなくていいですという人になります。で、連絡はくれたんだけどやっぱり旦那にダメって言われましたって、これも旦那さんを説得しきれない夫婦関係になっちゃってる、ないしは金銭感覚における主従関係ができてしまってる方は、その後も旦那さんにバレた後にトラブルになったり、特に企業塾的なものの場合でお金をねいただくようなケースとかになると成果が出てないことって男の人って結構シビアに見るので、
成果を出せていないっていう状態を作ってしまって、そこでまた夫婦仲がギクシャクする原因になっちゃうんだったら、そもそも入会してもらわなくていいっていうことですね。だから理由を潰すっていうのは、入ってもらうために潰すっていうのが一番大きいんですけれども、そもそも入らなくていいよということで着地点を見つけるっていう、だから時期がずれれば案内くださいって言われれば案内したらいいと思うし、今の段階でどうなのっていうのを一旦着地させるっていうことは必要になります。はい、ですので、3つ目のポイントは入会できない理由をその場で潰していくって、こちらの方がポイントになります。はい、ということでまとめに入りたいと思います。20万円以上の高額講座の体験会、成約率を 100% にする、やってほしい3つのポイント、お伝えしていきました。まず1つ目、そもそも制約しにくい人を集客しないということですね。ライティング、写真、ウェブページを駆使して制約しやすい人を集めた方がいいです。あなたのファンということになります。2つ目、体験会に来ている人は一度決断してもらう。なぜかこれができない先生が多い。どうなさいますか、入会時期はいつからになさいますかぐらいでもいいぐらいです。聞いちゃうの、いや今はダメですって言ったら、じゃあいつならいいんですかっていうことが言えることになると思うんで、こちらは決断をしてもらう。で3つ目ですね、入会できない理由をその場で潰していく。よく考えてくださいねとかって言っちゃうと、それで1回返すことになってしまうので、入会できない理由はその場で潰していくと、何がダメでどれを自分が用意すればいいのか、支払いがダメですって言ったら分割払いなのか、家族に聞かないと分かんないって言ったらいつまでにその回答をもらえるのか、このあたりの線引きをはっきりした上で返っていただく。でその場で解決できてしまえば、もうあと申し込み書いてもらうだけなので、はい、これは Zoom でやる場合でも一緒です。なのでその制約率を高めるっていうことをするときには、そもそも制約をしない人を集めるっていうことがまず大前提に加えて、その人が何の目的で来ていて、決められたがって来ているっていうことを理解して案内していくっていう、そういう必要があるっていうことをポイントとして考えていただければというふうに思っております。それでは。